帝都電鉄も、破100系電車帝都電鉄も、破100系電車は、現在の京王電鉄井の頭線の前身である、帝都電鉄が1933年の帝都旋回業に際して製造した、通勤系電車である。本校では、同系車の模波200系、区波250系及び更新となる、各形式についても記述する。 情勢電気鉄道が取得し、小田原急行鉄道の総帥であった、都市光鶴松廃下の東京山手急行電鉄の手で建設された、帝都線のための車両として、川崎車両によって設計された。設計当時としては、典型的な設計の公害施設向け電車である。1933年8月1日の帝都線。 渋谷井の頭公園間 12.1km の開業に備え、以下の各社が製造された。さらに1934年4月1日の井の頭公園吉祥時間 0.7km の開業後、乗客像に対応して以下の各社が順次増備された。なお、区派255以降は小田原急行鉄道に合併後に竣行しており、 帝都電鉄には入籍していない。帝都電鉄1 0 0系1 0 7いずれも設計当時としては、一般的なリベット組み立てと溶接を併用し、窓の上下にそれぞれウィンドウヘッダーをウィンドウシルと呼ばれる補強帯ビータが露出して取り付けられた17.5メートル級半構成車体を備える。極力不要な梁を配した軽量構造の大枠状に、 定尺後半を効率よく使用して構成された腰板と低い膜板部の間に幅 800mm、高さ 1000mm の大きな下段上昇式の側窓を並べ、全小灯を膜板中央に置き、さらに浅い後半製の屋根を乗せた明朗な車体設計はメーカーである川崎車両が1930年に手掛けた湘南電気鉄道で1型との共通点が多く、 1930年代における岡村香織市長を筆頭とする川崎車両技術陣の標準的な作風を示す。それに対し窓配置は全車ともに D1D3D3D1 で、すまめんは半流線型で窓を3枚並べ、うち2枚は下段上昇式、運転台の1枚は一段固定窓で、久し月きとなっていて、幕板中央部に全消灯を、 全面向かって、左側の腰板下部には、標識灯を、それぞれ一灯ずつ備える。これは、やはり本形式のメーカーである、川崎車両が1931年より、日本車両製造と共に設計、製造に参加した目黒蒲田電鉄、東京横浜電鉄向けも、は510系のそれを踏襲した配置であり、片隅式の運転台や、 全面運転台窓への日差しの設置、それに、車体幅の半分程度の幅に止められた、中高性アンチクライマーなどに、その影響が色濃く現れている。つまり本形式の車体は、湘南で1型と東横、目鎌も、歯510型を設置したデザインや構造となっており、平凡ながら、リベットが少なく軽快で、 バランスの取れたその外観は竣工当時の愛好者たちの人気を集めた。塗装はチョコレート色一色を基本とし、屋根部を円単仕上げとしている。定員は100名、内座席定員は40名で、座席はロングシートを採用する。運転台は前述の通り方隅式の配置となっており、運転台と反対側の座席は車端部まで延長されている。 この運転台は、下半分の右板で仕切り上部は柱のみ立てて、必要に応じて夜間のみカーテンを下ろす構造として、あって、開放的な室内を演出している。また、車内各扉部中央には、当時郊外電車などで、一般的に採用されていたスタンションポールと呼ばれる、つかみ棒が立てられていた。本形式は、新規開業線向けであったためか当初より、全車各。 扉ともにドアエンジンを装備した自動扉車として竣工している。そのため客用扉には乗客に注意を喚起する目的で、この扉は自動的に開閉いたしますからご注意くださいの注意書きが表記されていた。なお、モハ100系のこの車体構造はメーカーを変えて日本車両製造東京支店で製造されたモハ200区波250型でも、 ほぼ忠実に再現されている。相違は、屋根部材の接合部の工作法と、これに伴う、屋根の若干の形状変化程度に止まっていた。東京山手急行電鉄線の建設計画が、存在した時期に設計されたため、模波100型には、帝都線で使用する範囲では過剰性能となる、比較的大出力の手電動機が搭載された。 また一体中高生大車枠や自動加速制御機の採用など設計当時最新の技術が盛り込まれているのが特徴である。モハ100型は芝浦製作所 SE-139B を、モハ200型は東洋電気製造 TDK-516 をそれぞれ拡大車に2機ずつ吊り掛け式で増加する。イングリッシュエレクトリック車の前身の一つである。 ディックカーカンパニーが開発した、通称、デッカーシステムの系譜に連なる電動化無軸式、自動加速制御機である東洋電気製造 ES-509 を搭載する。この制御機は、マスコンハンドルにバネによる跳ね上げ機構を内蔵した、押し下げボタンを用いた、デッドマン装置を備えており、乗務員が運転中、何らかの事故等によりこのボタンから手を離すと、 自動的にブレーキが機能するように設計されている。なお制御車である、クハ250型は、車体が電動車と同一の片隅運転台による、両運転台構造として設計されたが、実際には、吉祥寺寄りの運転台にのみ、主幹制御機等の制御機器が設置されており、渋谷寄りについては、 運転台スペースが用意され微灯は設置されていた。ものの全消灯は取り付け金具のみの準備工事に止められ運転台機器も未設置状態であった。そのため、同形式は吉祥事務機制御車として運用されていた。モハ100型については、川崎車両がボールドウィニエ型台車の台車枠を一体、中高製部品で置き換えて設計した。 軸距 2430mm の釣り合い、両式台車を装着する。この台車は、特に、メーカー固有形式を与えられていなかったが、後の京王帝都電鉄時代に、車内形式として K-3 の名を与えられた。本形式の設計された1933年は、大阪市電気局100京王住友成功所継 S-63L として、 この K-3 と同種の一体、中高生代車枠を備えた釣り合い良式台車が製造された直後の時期であり、後の京王帝都電鉄時代に K-3 と呼称されることとなる、この台車はいわば当時の最新トレンドを取り入れた最先端技術の結晶であった。川崎車両はコイルバネを積極的に導入した高下電気鉄道で、 派100型電車用古代車や吉野鉄道も、派201系電車用台車に見られるように、古都電車用台車に関しては、野心的な設計を導入する傾向が戦前から強く、これもその技術的な潮流に乗ったものであった。中高生大車枠は、通常の傾向組み立て式の台車枠と比較して、重量が重くなるものの丈夫で緩みが一切発生せず、 保守が容易というメリットがある。そのため、後年時空家のローラーベアリング化は行われたものの、この K-3 台車は、第二次世界大戦後、本形式の井の頭戦山存者が到達されるまで、長く装着され続けた。それに対し、モハ200クハ250型は同じく釣り合い、張り式きながら、台車枠を従来り組み立て式として、 軸を 2100mm へ短縮することで大幅に軽量化した一般的な設計の日本車両製造 D-18 台車を装着する。こちらの設計は台車枠の軽量化によりバネ間重量が軽減されるというメリットがあったが部材接合部の緩みを定期的に締め直す必要があるなど日常の保守に手間のかかる構造であり 戦後は K-3 が極力残される一方で、こちらは台車振り替えにより順次その数を減じている。なお、これらはいずれも、心臓時には一般的な平ら軸受けを備えて完成している。前車ともにウェスティングハウスエアブレーキ車が設計した M3 道弁による元空気ダメ間式 M 自動空気ブレーキの日本エアブレーキ車による ライセンス生産品を搭載する。このブレーキシステムは、運転台に搭載する、ブレーキ制御弁を自動空気ブレーキ専用の M23 弁ではなくブレーキ機能の切り替え動作に対応する M24 弁とし、下部に報告クを取り付けて、ここを操作することで、連結運転用の自動空気ブレーキと、単車運転用の直通ブレーキを切り替え可能としている。 1574開業時に給料が用意された、もは100型は、帝都電鉄線の主力車として徴用された。その後増備された、もは 200K8 両は開業後炭鉱での運転が多かった、もは 100K の運用実態に合わせて電動機が低出力化されたが、これは制御車の増結にあたって、出力不足が問題となった。このために両が製造された。 区波500型や重量が製造された区波250型を主に重当する渋谷英副長官の区間運用は電動機出力の大きなモハ100型が限定運用され低出力のモハ200型は単行あるいはモハ200型のみによる二両編成で渋谷基地上時間の直通運用を主体に運用された もっとも制御車の増備が進むと、車両運用のやりくりがつかず、もは200系一両に制御車一両を増結した、編成での運転を強いられる状況が生じており、もは200型が、低出力であったが子にもは100系の性能を、前提としたダイヤでの定時運転は難しく、また電動機に過負荷がかかることから、車両故障も多発したとされる。 1940年5月1日に、帝都電鉄は、経営難から、資本系列が、同一の小田原急行鉄道に合併されたが、この際には、改版は実施されずそのままの事業で運用が、続けられた。さらに1942年5月1日の小田原急行鉄道の大東急への合併で、帝都線は、同社井の頭線へ解消された。この際、 同線在籍の各社は、他社形式との車号の重複を避けて、元の小田原急行鉄道の各形式と同じ線番台の枠内で整理され、改番されることになった。これに伴い、旧廷と電鉄の車両は、製造初年が小田原急行からの引き継ぎ車両よりも新しかったためかそれらの続番が与えられ、1400.1500番台に区分された。もっとも、 旧帝都電鉄の車両が新車番で全車が揃って運用されていた期間は短かった。1945年5月25日から同月26日にかけてアメリカ陸軍航空軍が実施した戦略爆撃によって井の頭線の車両基地であった英福町車庫が被災、同車庫に留置されていた以下の計22両が消失した。 これにより、井の頭線において稼働可能な車両は、電動車が、デハ1404.14051457.1458、及14 14び1943年に、小田原線から転入していた、デハ1366の、計5両、制御車が区波1560及び、旧帝都電鉄区ハ500系である、区波1502の2両のみと壊滅的な打撃を受けた。空襲後、 東京急行電鉄は、急遽、京浜線向け心臓制御車区派5350型や、東横線向け心臓電動車で、派3550型を、井の頭線へ投入する一方で、A 副町で消失した各社については可能な範囲で、修理、復旧工事を実施した。もっとも、車体の状態が悪い電動車については大枠などの、強度面の不安から、 伝送は困難であり、また制御車についても、運用の都合上、井の頭線の主力となった、心臓電動車と共通の MMC 制御機を、搭載する車両を増やす必要があった。そこで、戦在復旧車のうちで、8407から1409.1451から1456、および区波1555から1558は、 デハの電動車としての復旧を断念し、一括して、MMC 制御機搭載の制御車である、区ハ1570型へ改造、改版された。区ハ1570型となった各社の番号対応、及び、復旧時期は、以下の通り。また、改版は伴っていないが、やはり空襲で被災した。 デハ1401から1403.1406及び区ハ1551から1554.1559の各社についても同時期に同様の車体復旧工事が実施されている。このうち比較的被害が少なかったデハ1401は区ハ1553.1554及び元打球車である。 デハ1366とともに同一番号のままで1947年11月に東横線へ転出し、また同じく1947年11月に空襲での被災を免れたデハ1458が、やはり被災を免れたクハ1502と共に小田急線へ転出している。これらの転出者は、 翌1948年6月1日の東京急行電鉄解体、京王帝都電鉄成立に伴い、そのまま転出先各線の貴族会社席に編入されている。なお、大東急統合後は、車体の塗装が戦前のチョコレート色一色からダークグリーンに一色へ変更され、さらに京王帝都電鉄成立後は順次、ライトグリーンに一色に再変更されている。 この後、京王帝都電鉄に編入された、井の頭線に残った各社については、特に復旧車は車体に火が通っていて強度に不安があり、実際に区波1551が、吉祥寺駅構内の点鉄ミスで橋桁に、車体側面を衝突させ、大枠が変形してしまい、復旧後わずか3ヶ月で廃車となったことから、 世相が安定し始め、また1950年の出発線7 6 0軽春港で、井の頭線の車両数に余裕ができたことから、これらの復旧車について、車体の心臓による乗せ替え工事が開始された。1950年度最初に着手されたのが、戦災復旧車である、 区ハ1550系及び区ハ1570型で1950年度の予算で以下の3両が大枠流用により同一仕様で東京急行電鉄横浜製作所で更新された。なお、区ハ1550にのみ改版されているが、これは当時存在した空板を埋めて車板整理を実施する意図があったためとされる。窓配置は従来通り。 D1D3D3D1 で全室式運転台を吉祥寺寄りに設置する型運転台式制御車となっている。1951年度さらに状況が好転し始めたことから、1951年度予算での更新車は大枠を流用せず車体申請することに変更され、 東急横浜製作所と日本車両製造で以下のように18メートル級に延伸し窓幅を900ミリメートルに拡大した京急デハ300型と同様のつまりデハ1710系の寸法を引き継ぐデハ1760型と同一仕様の車体を新造して乗せ替える工事を実施したこれらも窓配置が D1D3D3D1 の全室式運転台を吉祥寺寄りに設置する型運転台式制御車である。これらでは車体の仕上がりが格段に向上し、また全消灯が屋根に埋め込み式となるなど外観面でも新車をアピールする要素が盛り込まれている。1952年度翌1952年度には車両像を受けて渋谷、 英副長官で三両編成運転が開始され、さらに吉祥寺向きの片運転台式制御電動車で、ある、デハ18 1800K1804 から1808を新製投入して、全線での三両編成化が実施されることとなった。そのため、残る、潜在復旧車の更新についても、この新造車に合わせた設計に変更されることとなり、デハ1400型と、 中 8570K の残存未更新車全車について以下の通り更新工事が実施された。まず、デ8400型については台車をはじめとする主要機器を流用、東京急行電鉄横浜製作所でデ 8800K1804 以降と同じ車体を新造して渋谷向きの型運転台式制御電動車となった。これらは、 デハ1760型を基本としつつ、張り上げ屋根を採用するなど、同時期の他社での流行を取り入れた設計となっている。また、区ハ1570系の未更新で残っていた5両については、以下の通りで、8800型などの電動車を両端につないだ3両編成の中間車とすべく、デハ1800型と共通仕様の左派として、 これらも東京急行電鉄横浜製作所で更新が実施されている。これらは窓配置 2D3D3D1 で両サイ面に広幅間通路を備え、デハ1800型と同様に張り上げ屋根構造を採用して編成としての外観の統一が図られている。なお、東急横浜製作所で最後に更新された。 区波1572.1578582の3両の旧台枠や柱などの構え体の一部は状態が比較的良好であったためか、東急車両製造による相模鉄道区波25 2500K2508、八、波2 0 0 0二2 0 20 1 5 2 0 1 6の車体申請時に流用されたとされる。 このうちもは2015.2016は1971年に実施された2 0 0 0の2 1 0 0への更新で不要となった旧車体が再度東急車両製造西武鉄道所沢工場経由で改造聞き取り付けの上で伊予鉄道へ売却され同社のもは130 13 1 3 0三1 3 1 1 3 2として1991年まで使用の後 廃車解体されている。これらの新造車と更新車の竣行により、井の頭線全線において広幅間通路を備えた3両編成での列車運行が開始されている。海番隠して24両の潜在復旧車前車について、車体更新による全復旧工事が完了したが、制御車については特に車番と形状が錯綜した状況となっていたため、 1952年10月に未更新車を含めて以下の通り車番の整理が実施された。一方、空襲で被災しなかったデハ1400.1450系の残存車であるデハ1404.14051457の産両は運転室の全室化や主制御器のオリジナルの ES-509 から 電動化無軸式自動加速制御機である、日立製作所 MMCH-200B への交換、長大編成化に伴う、自動空気ブレーキの応答性の良い A 動作弁による、A ブレーキへの乾燥、それに、デハ1457の台車及び、主電動機の交換、といった工事を試行後、順に、デハ1402.14011403に、改版されている。 これらはその後も井の頭線で使用されたが、運転台日差しの撤去や全消灯の二等化改造、ウィンドウシル、ウィンドウヘッダーの補強などが実施されて、本来の警戒差を失った。1964年7月に枠8200型は、全車とも運転台を撤去して、中間車か、左派1200系1201の1204へ、 解版され、さらに1966年8月に、サハ1202が、京王線へ転属。翌1967年9月には、サハ1203.1204学8203.1204 120へ復元された上で、改め期に伴い台車を 5070K5100K の台車交換で不要となった、2700K 由来の東急車両 TS-101 へ、 交換した、デハ1401から1403やデハ1801から1803とともにこちらも、京王線へ転属となった。これらは主に動物園線、競馬場線、高尾線と3つの支線を中心に運用され、1969年の京王線系統 ATS 稼働開始に備えてデハと区波には、ATS 機器の搭載工事が実施されている。 また、井の頭線に残った、区波1250型は1970年11月に、中間車化されて、左波1250系1251の1257となり、左波1300型とともに、出波1900型などの編成に組み込まれるようになった。その後、京王線系統へ転出した、出波1400型と、 区派1200、左派1200型は6000系の備で、千で1974年までに全車廃車となり、同時期廃車ので千1402.1403と区千1203.1204と共に、伊予鉄道へ譲渡され、くしくも本形式由来の大枠を備えるも、三十一点一三2の続版としても、波130系三十三から三十六となった後、 1988年までに全社廃車解体された。井の頭線に最後まで残った佐波1200.1250300型も佐波1200型が1977年、佐波1250.1300型も1984年までに全社廃車解体されている。 また、小田急線へ転出した2両の車体を流用した、小田急でユデニ1 0 0 0で2000型も、同じ1984年に、廃車解体されており、帝都電鉄由来の電車はこの年に、社名の由来となった、帝都イコール首都圏から、全車姿を消している。帝都電鉄京王井の頭線の創業期を支えた、重要な車両であるが、以上のような事情から保存者は存在しない。 ありがとうございます。